はい、今回のね、2024年、キープキャストのね、まあ、販売アイテムと、今回はダーツなし。ダーツなしや。なんでか。あれ、うまいやつおるやん。プロみたいな。スパーンって。あれはあかんと思って、もうダーツやめようってなった。で、ガラガラにしよう。ガラガラ。あれ、ガラガラやったら、プロのガラガラっておらへんやん。俺、いけるやろなと思って。はい。まあ、話はそこぐらいにしといて。はい。2024年のキープキャストでね、販売、それからガラガラね。さっきガラガラ言ってたじゃないですか。それのアイテムを紹介したいなと思います。今回の目玉はつねきちアイテム、やっときました。皆さんお待たせしました。つねきちアイテムをちょっと混ぜてみようかなと。全部がつねきちアイテムじゃないんだけど、ガラガラの中に僕の浜美の、はい、109と86です。まあ109っていうのはメッサーシュミット109があるから109にした。まあ110でよかった。で、これ86ミリの、まあ、AE86 があるから86にした。ただそれだけなの。うん。別に88でも何でもいいし。で、それの赤松系の色。はい。腹黒赤松と、これね。腹黒赤松。まあ、春先なんかいいんじゃないですか。攻撃的な気分になって、バスがね。で、このカラーと、はい、村上シャットね。以前常吉の時はね、こういうアイテムがあって、テストカラーと呼んでた、うん、まあ、 村上シャットもそうなんだけど、ナチュラルなボディに対してそこにチャートを入れる。チャートっていうのはバスもしくは他の魚も全てが嫌じゃないカラーという認識で、それも微妙に、弱々のチャートを入れる。これが村上シャットなんだけど、まあ、そんな2つ、この2アイテムね。それから AD 常吉は4インチスパテラの敵やね、うん、逆やね。こいつの敵のために僕はスパテラを作った、うん、でスパテラはクリ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 ってなるでしょ。こいつならへん。じゃあこいつの方が弱いやん。そうじゃない。なんや知らんけど釣れんねんけど、皆さんも知ってるけど今うんうんって言ってはると思う。それと半々トレーラー。まあこいつがあって、こいつを経てビビビバグが生まれた。まあどちらもね、パッと見た時に共通な部分はあるんだけど、全然似て非なるものなのね、うん、で全然似て非なるような期待値を持ちながら使ってもらいたいなということで今回出してみた。それでもう一つまだある。僕が一番最初にマスプロダクションで作った、まあだから村上春彦印のまあ釣り道具やね。これがこれ常吉は、パッケージングもこれじゃないよ今回のはね。これそのまま当初のやつ持ってきた。後ろ見て、スネキジリグニコリグ、説明した。虫工房って書いてある。はいです。これはその時はね、アメリカ製、うん、ジェリーバームです。まあこれらをガラガラに入れます。ガラガラやな、ガチャガチャちゃうね。ガラガラね。あれ正式名称なんなんやろ、あれガラガラって。回転当選装置とかそんなのかな。なんやろな、なんやろあれ。ガラ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 かな。洗い式回転抽選機。惜しいやん。これ何て言った、回転抽選。そうやんな、もう覚えてたやん。洗い式なんや。洗い先やっていう人が壊した。そうなんや。はい、それはガラガラです。そしてアンドビートね、伊勢、それからビートね、両方とも一応僕がプロデュースするようになっていきます。その中でまあまずは僕たちが今まで作ってきたロットがあります。
猫シャフトね。その中で一番まあ馴染みが深いというか、一番僕の使用頻度も高くて、まあ好感度がありますよっていうのが SLJ なんですよ。多分バスロッドでできるっていうのもあるんかもしれへんし、まあ敷居が低いということで、このまあ僕が選んだんだけど、ビートのね、アンドビートのアイテムの中から一番まあ、使いやすそうなジグを選んでみた。これベビージグレーって言うんだけど、はい、45g、それから 75g で、それらをですね色を塗ってもらったんだけど、これ村上シャットでしょ、これ村上シャットイワシっていうのを作った。だからチャートつけるピャーンと、僕これチャートつけるとアジになるイメージなんです、イメージ的に。で村上シャットイワシと村上シャットイワシゴールド、これを作ってみた。これをまあ一応販売しようということです。それからまあこれはこれでいつでも通年使えるじゃないですか、周年ね。太刀をやるでしょ、太刀を僕苦手や言ってたと思うんですよ、いろんなところで苦手なんだけど、爆打をするときもあるで、それだったらビートのジグで釣り負けた感があるのね、僕は猫メタルその時は。うん、それがこれ、はい、デュアルスター。これが大橋さん使ったらなんかで、あ、じゃあ大橋さんがうまいね、多分もう本当にマシのようにする。でそれのいわゆるこれパワーピンクというかパワーバイオレットというか、これ色何やったっけな、なんか色決めたけど、とにかくあのいわゆる一星のパワーピンクがあるやん。でパワーピンクってタチウオ好きそうな色なんですよ、紫でピンクでって言ったら、そこにチャートを入れた、うん、だから村上シャットのデュアルスター、これを販売します。これはなんであの販売するかというと、タチウオの季節になるまでにまあ手に持っといてもらえたらいいかなというのと、まあ多分これ定番ではないカラーなの で一応提案しておきました。僕の好きなアイテム作っといたらほらなんか使いたくなるじゃないですか。特にこれなんかはね、猫メタルと全然違うアクションするのね。だから僕これ僕が使うと釣れへん、まだこいつの良さを分かってない。大橋さんやあのそっかしいで、ポークしてる、ポークの人はつってんで、あの僕みたいに喜ばへん、よっしゃ来たで買いどこれっちゃうねん。しれっとパッと見たらさ、さあ曲がった。まあそのだんだん紹介していくと思いますけど、で彼に教えてもらいながらね、ビートのルアーを使いながら今年は楽しめるなと。でそれをちょっとお裾分けと言いますか、まあ一緒にやりましょうということで作ってみました。はい、皆さんお待ちしております。